ヤンス・フォード・ヤンス・フォードはアメリカ合衆国のプロデューサー、映画監督である。1994年にハミルトン・カレッジを卒業し、2002年から10年間、PBS でシリーズプロデューサーとして働く。2011年、彼はフィルムメーカー氏により、インディペンデント映画の25人のニューフェイスの一人に選ばれた。また彼は2011から2012年に、 マクダウェルでフレッリングファンド、フォローシップを得た。2017年、彼はザルート氏により25から45歳で最も影響力のあるアフリカ系アメリカ人の年次リストで100人中97位となった。2018年1月、彼はストロングアイランドの監督、制作を務めたことにより、共同プロデューサーのジョスリン・バーンズと共に、 第90回アカデミー賞アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。彼はトランスジェンダーであることを公表している監督としては初のアカデミー賞候補者である。ストロングアイランドは彼の実刑のウィリアムが殺害された1992年の事件を題材としている。彼はまたクリエイティブキャピタル賞とサンダンスドキュメンタリーフィルムプログラムフェローシップを得た。 ありがとうございます。